すごいらしいよ、生き量びっしり。めいちゃん優しいからみんなついてきちゃう。あ、でもなんかさ、そういうのあんのかな、居心地とか。あ、マリオありがとうね。で、なんか霊媒師言ってたけど、クルちゃんもやばいって言った。クルちゃんも生き量やばいって。私だけじゃなくて配信者ってみんなすごい生き量びっしりらしいよ。あ、ありがとうございます。配信だ、ワンワンもついてるし、エミ太郎ちゃんもついてるよ絶対に。え、みんななんかね、そのなんか人気商売はみんなそうなんだって。だからさ、あの経営者の人とかさ、あの数珠びっしりつけてる人いない？あのやっぱ恨まれる。そうそう、いやでもそれ本当だけどね。エミ太郎ちゃん言ってたけど、私もあれやってんだ、塩1キロにお酒 750cc 日本酒。あー、10個ありがとうございます。あー、ひーちゃんありがとう、ありがとうございます。マジで、そうお風呂、そうそう、てかね、いやマジやってほしい。私初めて塩1キロと日本酒その1リットルやった時、濁ったのお風呂が。だからその毒が抜けた。で2回目はね、濁らなかったけど、マジでやってみてほしいな。簡単じゃん、安くていいんだよ日本酒。なんか800円とかで売ってるから1ドルぐらいで、塩とかさ、博多の塩とかでいいんだよ。だったら100円とか1000円以下でできるから。獺祭はさすがに無理だ、超安い日本酒でいい、あの本物ならね。え、だから1リットル日本酒、1リットル塩1キロ。あ、でもさ、なんか取りつかれてるとさ、厄払いとかするとさ、めっちゃかどっと疲れない。2年前かな、私2年前にさ厄払いしたの。その時本当にうまくいかなくて、何もなんかね、怠慢でやってもらったの。なんか葉っぱで殴られて頭、私葉っぱも持ちながらその人に殴られたんだよ頭を。で最終的に塩でなんかバンってなんかたた、なんかそれやってマジでもうめちゃくちゃ超疲れて爆睡。金高かったってバカにして、何それ。ああ、そう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 、半年待ちした、超効果あったけどね。え、何すんのこの人って最初びっくりしたんだけど、叩かれて塩で殴られて、いくらだっけな、 2万ぐらい取られたかな。ありがとうございます。なんか投資ができる人だった、その人は。あの私住所とか教えてないのに、あなたの、あ、いろいろなんかあなたの家から、あなた西になんかありますよねみたいな、あの墓とかって言われて、私気づかなかったんだよね。で家帰って西に歩いたら本当にあって、私も葉っぱやって1万8000円払って叩かれたこと。そうだよね、本当にあるんで、投資とか。いや今日はちょっとずっと換気しようかな、まあ、投資しきちゃんは多分違う気がする。あれはなんか妄想から見える何かじゃない。でも強いんだって、私強いんだってパワーが。だからだからキャリーちゃんとか、なんか今なんか、うん、負の感情がある人はこう浄化されたいんじゃない、眉サンシャインに。私が強いからそういうのが近寄ってくるのかもしれない、みんな気づかないだけで。本当にサンシャインなんだって。葉っぱに30で結婚すると言われた今年35。まあでもほら、未来って変わってくもんね。未来って誰にも決められないじゃん。その時はその予定だったんじゃない。私も30で結婚するって言われたな。私ね、手相ではね、30で結婚なんだよ。前洗脳されやすいタイプ。え、洗脳か分かんないけど、そういうスピリチュアル信じちゃうかな。手相も3ヶ月で変わる？え、そうなんだ。手相の正規あんの知ってる？指紋、あの超最強な指紋、手相に整形できるんだよ。
それってどうなんだろうね。そうそう、本当にあるんだよ、手相整形。今度韓国でやってみようかな、うん、そう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 。だから私超寿命線を超伸ばして、病気ゼロにして、金運、結婚、男運、もう超最高の黄金手相に整形して、どうなるか。書いてもいい？書いたらでも消えちゃうじゃん。いや、それも努力で、整形も努力だから。整形が努力じゃないっていう人はおかしいでしょ。あ、その都度、えー、じゃあんちょっとビール一缶だけ飲みなかなと思って。うん、ストロングもあ、とりあえずビールでも、うん、うん、ありがとう。じゃあマイも飲もうかな。あ、じゃあキャリーちゃん乾杯しよう。あ、乾杯も。じゃあちょっとね、だいぶちょっと良くなった。じゃあキャリーちゃん、うん、うちら陰性。爪が陰性ってことでね、うん、あれ、あ、爪割れたんやね。貸して、ごめん、大丈夫、爪がね、こう親指割れちゃって。わわわ、そう、ありがとう。じゃあ陰性ということで、ことでお祝いです。乾杯、ね、乾杯、陰性乾杯、乾杯。よかった、よかったね、本当よかった。キャリーちゃん取り付いてなくて、いや本当に心配した。ごめんね、心配かけて。うん、大丈夫大丈夫。私のまさかのお尻の下にこうやって、ね、よかったよ。本当にね、焦ったんだけど、うん、私もわざとじゃなくて。よかったよかった、うん、よかったです、よかった。あ、ごめんね。あ、うん、また、うん、うちら仲いいでしょ。こんなもう空気のような、楽だよ、キャリーちゃんと一緒に。全然気を使わなくていいし。ご飯ね、さっきね、チャーハン食べた、昨日出前取ったやつ。うん、配信外で泊まってたね。あの、去年もそうだし、別になんつうの、コラボじゃなくてもいいんだよ。しかもなんかこうずっとさ配信つけててさ、2人セットっていうのもちょっと疲れるよね。あの、絶対どっちかがさ叩かれるんだよ。めんどくさいしさ、こうやっていいんじゃない。あの、女性配信者で誰が楽、え、楽、一番仲いいのはミーコだし、でキャリーちゃんもあの仲いいけど、まあミーコが一番仲良くて、でも意外とあの一緒に配信やっててやりやすかったのはクルちゃんだよ。だから、でもそれでもやっぱクルちゃんとマユがコラボするとマユのコメントが荒れるんだよね。あれがなかったらマジで最高かな。でエミタロちゃんまだ会ったことないからわかんない。難しいんだよね。だから女同士ってさやっぱ比べられるしさ、いや、ヤドタン苦手なんですよね。私あんま人苦手になることないんだけど、いやでもほら、同性って絶対になんかこうさ一緒にやるとどっちかが叩かれちゃうから、どっちもがいいねっていうコラボなったことないよ。あ、つなちゃん、つなちゃんはめっちゃ荒れちゃうんだよね。つなちゃん追い出せとか、それはちょっとやりづらかったかな。で私も思ったこと言ってもじゃあ追い出せよってなっちゃうしね。まあ大技だよね。でも私ってあんまりコラボしない方がいいって言われる。一人の方がいいよって。まあ一人が楽だよ正直。キャリーちゃんって結構いろんな人とコラボするじゃん。大変だよな、気使うよねどうしても。一人がいい、でも一人がいいって言われてよかった。なんか絶対にこう言われるもん、コラボしろよコラボしろよって言われるのもちょっと疲れちゃうもんね。本当？一人でも？それ嬉しい。まゆちゃんコラボするといい人になってる？いい人っつうか、なんかね疲れるよね。なんかこう私
あのほら叩かれる立場だって、いい人っていうかさ、普通にしてても腹黒とか言われる、私アンチ多いからね。私がアンチ多いんじゃない、女性配信者で今私が一番多いんじゃない。でもなんか今日はなんか平和だけどさ、基本やっぱ多いのって眉じゃない。えみ太郎ちゃんはアンチっていうか嫉妬じゃん。ワンワンコラボ無理だ、みんなに言ってるけど生で見る前が一番可愛い、本当にありがとう。いや でもね私これ言うとなんかさちょっとキモい、女同士言うのキモいけど、私ワンワン実物のが絶対いいよ。なんでだろうね、ワンワンね実物の方が可愛かった。もったいないタイプだよね、一番なんだろう、もったいないタイプだなって思う。いや、みたろちゃんに嫉妬でしょ。いや、くるちゃんもいないんじゃない。やっぱゼロワンと付き合ってる時はみんなアンチ多いよね。いや、あのね、ワンワンとキムキムとコラボしたことがあって、一度時にあったで、善一さんも会ったことある。ありがとう、鏡餅。そうそう、なんかね、もったいない、ワンワンは。私もっとちょっとなんかあれなのかなって思って、実物の方が、あとどうしてもなんか加工が強すぎちゃうような顔立ちに見えるよね。え、マルコの私ね、マスク取った顔見たことないんだよね、うん、あ、そうだ、ワンワンゼロワンの家でもあった。であの時記憶ないんだし、酔っ払ってて記憶ないの、あの日。あ、キャリーちゃんからありがとう、ありがとう。私マルコさんのマスクなしの顔見たことないから、どんなのかわからん。あ、ナナちゃんからありがとうございます。え、てかなんかリュウヤってさ、私マジで すぐ別れるなっていうことを言ってもいい？私リュウヤにさブロックされてたんだよね。で今見たらさ、もうリュウヤ解除してんじゃん、ブロック。私見れるんだよ配信今、リュウヤの。結局なんかね、マリちゃんは帰って、あ、そうなの絶対別れるよ、 100% 別れる。すぐリンちゃんにバレないようにマリのことブロック解除してたね。でまた私がこれ言ったからリンちゃんに怒られてブロック し直すんじゃない。絶対別れますよ。配信者同士のカップルが難しいっつうか、クズが多いってこと。配信者は配信者だからうまくいかないとかじゃないんだよね。エミ太郎みたいだね、リン。え、全然違くない？なんかエミ太郎ちゃんは素直じゃん、思ったことも言うし、虚言癖とかじゃないと思う。なんか思ったことを言っちゃうだけ。そうだけど、なんか思ったことを言っちゃうとなんか性格悪いって言われるよね。だけど本当に性格悪いやつって何も言わない、だから腹黒いやつ、分かってないよね。あ、眉見に来たぞ。あと30分でもう乾燥なんで、乾燥したらお風呂入ろうかな。悩みますね。そうそう、嘘言わないでしょ。で私も言わないけどね。でなんで私が虚言癖になるの、なんで私が虚言癖になるの。マユは都合悪い時隠すからだよ。え、何、例えば。いや私いいなって思う。でも思ったこと言えるってめっちゃいいことだよ。でなんかずっとそれがうまくいかないって思ってた。なんかそのカップル見てて、エミ太郎ちゃんなんか、あ、私もこうやって言いたかったなって、なんかうわ絶対こんなこと言って絶対にうまくいかないって思ってた。で自分がそうだったからさ、ワンワン見たコメントしてる枠に合わない。だからそれって違うんだよ、もう違う、気にしてないからこそコメントできるわけじゃん。逆ってこと、逆気にしてたらコメントなんてでき、お、そうだよ、もう違う道進んでるって。どうやって記憶なくすから嘘、お互い、あ、ブロックしてるってこと。決めんだよな、
あのかマジでキモい、マジでキモいから。まずさ、謝罪とかないの？あのカップルは。リスナーとかさ、昨日迷惑かけた配信者とかにさ、なんか言うことって一言でもないんですか？振り回された私たちは、なんか真剣になって喋ってた私たちの気持ちは何にもないの？え、なんか一言でもなんかないの？え、何がキャリーちゃんかわいそうだよ。それについてもなんかないのかな？私はもうブチ切れちゃうね、キャリーちゃんの立場だったら。いやいや、こんな、こんな何恩和だないでしょ。なんだろうね、もう それぐらい好きなんじゃない？なんかもう周りが見えないんじゃない？二人ともキモいから。こんな祝福できないカップル初めて。いや、いい人でいたいとかじゃなくて、なんか単純にイラってしちゃうかな、キャリーちゃんのこと考え。で、そうなんだよね、なんかこの前もキャリーちゃんの件で揉めたんだけど、なんかね、なんか自分が仲いい人がなんかなるとなんかイラってしちゃうんだよね、その存在が。あんま仲良くなくても、そうだな、私小前くんとも、なんか小前くんにも切れたんだよね。あのくるちゃんとも別にそんな仲良くないんだけど、一度関わっちゃうとなんかイラってしちゃう。前もゼロワンと散々リスナー振り回してたけどね、凛ちゃん生で会ったことは可愛かったけど、林家って誰？凛ちゃんはめちゃくちゃスタイルが良かった。スタイルがめっちゃいい。おかしいよ。まあだからあれだよね、だからマユとゼロワンがその引っかき回したって言うけどさ、でもほら、なんだろう、カップルだからしょうがないよね、喧嘩もするし。じゃあそれ配信外でやれよって言われるけど、ペーパーって誰？わかんない。でそんなことないよ、ワンワン東京来た時連絡してね、うちに泊まりにも来てね。あ、ほんと胸クソだな。あのさ、龍也隠れて前のことブロック解除してるよって言っちゃえば、一瞬男の声聞こえたってやめて。だから今からお風呂入るんだよ、だから枠終わったら。今何ポイント差だ？ちょっと待ってね。あ、1万5000ポイント差だ。皆さん、あの、あと20分で終わるんで、鏡餅お願いします。鏡餅お願いします。え、 LINE ブロック解除されてるか確認していい？あの LINE の方ね、確か着せ替えを送ったらさ、着せ替えってどれだ、ちょっとわからん。着せ替えってどこ？ふわっちくん、ありがとう、ごこん。あ、ひーちゃん、ありがとうございます。ありがとう。あった、奇跡。あ、ごこん投げ、ありがとうございます。ひーちゃん、ありがとう。あ、やべ。じゃあ、奇跡を送るよ。送ります。あ、この奇跡持ってるためプレゼントできない。ってことは、まだブロックされてるわ。あ、エンジさん、ありがとうございます。いや、なんかね、前もね、ブロックしててね、削除して電話来たんだよ。絶対にブロック解除してまた言ってくる。なんか、いや、前もされてた、2回目。あ、ありがとう、新春ふわちくん、ごごお投げ、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう、パチコメも一気に4位になって嬉しいです。もうすぐ3位だよ。あいつのブロックっていや特に重要ない、すぐ解除するから。ありがとう、鏡餅も。そういう男無理ね。あ、初投げですか、ありがとう。お、すごい名前の人、ありがとうございます。読み上げたいぐらいすごい名前。 ありがとう。
あ、10倍の人もクソ女にはクソ男が寄っていくんだよ。なんかそれ言わないで、私もなんか私もクソ女じゃん。眉シャワー配信はしないの？いや、まあ、もういいかな。なんかこの前シャワー配信したの、あん時めちゃくちゃなんかもう依存してたよね。あの12時間配信してたので、なんなら16時間配信しようとしてて、でもここまで来ると私もうやばいなって思って12時間でやめたんだけど、あの時はねもうずっとみんなと一緒にいたかったけど、今キャリーちゃんが家にいるからちょっと落ち着いてるのもあんのかな。ありがとう鏡餅。あの依存配信楽しい。めっちゃ依存、なんか強依存してたよねうちら。なんかなんかさ2人でじゃないけどみんなと、もういやね、もう依存やめないとねとか言って、ずっとずっとずっとみんなと一緒、何しても。最終的にトイレも一緒に行きたかったもん。キャリーちゃんってバイセクなの？嘘でしょ。なんかよく言うよね、エミタロちゃんもバイセクとかさ、コヨくんバイセクとかさ、嘘でしょ。違うと思うけど。配信は寂しかったもん。いや、私もだから女と付き合ったことあるけど、わかんない、バイセクか。でもエンディさんに言われた、あなたバイセクだよって。あの AB 型のカニ座はバイセクの可能性がめちゃくちゃ高いんだって。私そうなんだよね。でエンディさんもそうなの、 AB 型のカニ座なの。あ、そうだ、エンディさんも AB 型じゃん。多いんだ。そうなんだ。虚言師か、家庭的なバイセクシャル。でも私どうなんだろう。だから本当はバイセクなんだって。だけどいい女に、いい女っていうか、まだ出会ってないのかもしれない。でこれでもし女で芽生えちゃったら、私いるんだよ友達で、25歳で途中で女に芽生えちゃって、その子めちゃくちゃ可愛いのね、ハーフの子なんだけど、急に女好きになっちゃって、今ホストかな、今ホストやってるその子。そう、もう女好きになっちゃって、急にね、超男好きのやりまんだったんだけど、もうホストになって、でめちゃくちゃやっぱ顔が整ってるからさ、イケメンなんで、男になったらなったで。その子ね、前の1個下だね。そう、 AB 型のカニ座はそうだよ。そう、今男で、そっからちょっと合ってない。なんかね、私のことをなんかメスとして見るようになって、なんか眼差しが、そっからちょっと気まずくて合ってないな。男装ホストじゃなくて、隠して女って隠して普通にホストクラブで働いてる、普通のそのそういう専門店とかじゃなくて、お鍋になって、お鍋手になってある人も多いよ。あね、もしかしたらその子も確かそうなってるかもしれない、結局また元に戻って。なんかさ、バイの人って男の方が好きだよね。だからエンディさんもさ、女いけるかもしんないけど、男の方が好きじゃない？バイはみんな男の方が好きだと思う。体が女でも男でも。女の方が好きなの？じゃあなんでそんなさ、喋り方さ女っぽいの？なんで？外れたんだけど。なんでなんだろう。私って言うじゃん、私さーみたいな。女っぽいんだよね。あ、私辞めたの。まいちゃんの名前出したらブロックされた。どこの枠で、どこの枠で。あのキャリーちゃんには辞めてね。あ、ビジネス。あ、なるほどね。で私思うんだけどさ、コヨくんも倍らしいんだけど、コヨくんは倍じゃないと思う。コヨくん倍ってカミングアウトしてるらしいんだけど、ゲイだと思う。女好きっていうことにしてるんだって。本当は男が好きだけど、あの逆にバイって言って、夏樹は女好きだけどね。そう、そっち、そっち、あれゲイだと思う。いや、バイって言ってんでしょ、コヨくん。でもほら、やっぱあれって女受けする顔だからさ、女も好きだよっていうことにして。ゼロワンは女好きだよ。夏希、
なんかさ、イケメンってさ、ゲイ率高いのなんでなんだろうね。イケメン、なんでこんなかっこいいのにゲイなのっていうパターンが多すぎる。配信者ほぼバイだよ。開放性あって好奇心、ほぼバイなの。でもさ、ほんとでもそうだよね、多いよね。トムコちゃんとかさ、なんだっけ、和道ちゃんじゃなくて、なんだっけ、和道ちゃんじゃなくて、あ、和製ちゃんとかね。そうそうそう和製ちゃんだ。そう、多いよね。ゼロワンバイじゃないって、お前ゲイだろバイって思いたいんだろそれ。そうそう、バイが多いよ。男の配信者みんな奈々ちゃんのベッドでなんかしてるじゃん。それは枕じゃん。それは頑張ってるんだって。努力かってこと。奈々ちゃんのチンポ加えたら人気になれるってことじゃん。それしかないでしょ孤独な。でもさ、奈々ちゃんもさ、あれだよね、だって彼氏いるじゃん。それ OK なのかな。彼氏いるよね。許すんだな、彼氏。嘘彼氏じゃ、本彼でしょ、本彼。なんか実は別れてませんでしたみたいなさ。あ、残り8分、皆さん鏡餅お願いします。お風呂入ってきます、私はお願いします。ありがとう鏡餅。まゆちゃんのタイプの女、だからわかんない。まず一回和製ちゃんとセックスして、女に目覚めたら本当はブーちゃんとかと付き合ってみたい。でクルちゃんは嫌だな、タイプなんだけど顔は、ブーちゃんかな。あ、そうそう、桃奈々ちゃんもバイだよね。和製ちゃんはかっこいい、なんかかっこいいかな、なんかこう抱かれてもいいかなみたいな。ラマちゃんもなの、みんなバイなの、やばくない。そうなんだ、なんでそのリリーさん聞いてくんの。いや、ちょっとゆまるちゃんはなんか自分の顔とちょっと似てるから、まあいいかな。自分と全く違う顔の人がいいな絶対リリーさんのこと気にならなくないな、鼻水出ちゃう。なんかちょっと似てるところあるじゃん、なんか。いや、私ね、 NG ワードにしてるんだけど、なんか言われるんだよね。和製ちゃんわかる。だから和製ちゃんでまず女を、眉の夏江ここみたい気になんないでしょ。そう、まず和製ちゃんで解き放ったらわかんない。エミタルちゃん倍らしいよ。いや、でも嘘だ。私エミタロちゃんに初めてコメントしてことだったの。なんでかっていうと、エミタロちゃんがマユサンシャイン T シャツ着てたんだよ、ゼロワンチで。その時にうちに来ていいよってコメントしたら、うち男しか興味ないしとか言って、女はいいやって言われた一番最初ね。で最初何この女って思った、何このやりまんみたいな。男としかコラボしないのこいつだって。最初ぶっちゃけちょっと印象悪かったですね。女興味ないしって言われたの今でも覚えてます。な、今はなんかあれじゃん、ルイジさんと付き合ってさ、なんか落ち着いたよね、付き合って。あ、川上ちゃんもバイだ、そういえば。いやさっきねチャーハン食べた。なんかそう思ったら確かに男性よりも女性の倍率が高いね、やばくない。そうやって考えたら、配信者の人口ってさ倍のが多くない。あ、男性は見え、いやそんなことないって。だってビジネス倍とか多いと思うよ。
男女どっちも好きの方がさ、男女どっちもえじゃあ脈ありかなって思うじゃん。そうだね、女性の方が多いよね。男性とみんなやってる。あ、残り3分鏡餅お願いします。お願いします。鏡餅ビジネスバイの女の男好き、ありがとう。鏡餅誰か最後に倍出してくれないかな。あと1万差なんだよな。どうしようどうしよう、次枠やろうかな。お互い頑張ろうね。あー、ありがとうございます。あの10個ありがとう。配信かぶった時言って、私無料流しますよ。あれだね、なんでだろう、なんか大手の人あんまやってないね今日ね。コロナだったの？陰性でした、さっき結果測ったら。あー、イベント終わった翌日だからそういうこと。ありがとうの鏡餅。あーにー、ありがとう、ありがとうございます。匿名さん10個だけナイス。お漏らししちゃった、ありがとうございます。ありがとう。ゆうやってて、なんでアイテム流さなきゃいけないの。絶対に流さないでよ。次枠ちょっとお風呂入って掃除した後多分やると思います。ちょっと3位にならないと、最終3位にならないとね。はい、イベントやったからには。そうだよ。あ、待ってて、ありがとう。入りたい。今日さ11時間寝たからもう汗まみれ。何時間ぐらい、早くて1時間後、早くて。あんな人に無料もない、ね、そうだよ。投げたら嫌いになっちゃう。なんかみんなクズ好きじゃん。あ、ありがとうございます。とりあえずもう終わりだわ。じゃあお風呂入ってきます、私。よいしょ。じゃあ皆さんお疲れ様でした。鏡餅みんな最後にください。来ないかもしれないから、あなたたち、ありがとう。あ、皆さんありがとうございます。じゃあ後でね。